どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1116話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方お気をつけください。昨日ですね、全体の考察感想や初見のリアクションこの動画で撮ってますので、ぜひよかったらそっちも見てください。はい、今日はですね、まあ1116話、いろんな情報がね、まあ明かされまして、まだまだね、分かってない部分がいっぱいあるんですけれども、昨日の動画でですね、ちょっと話しきれなかった部分、いろんな項目があるので、いくつかねまとめて話していきたいと思います。ぜひ最後まで見てってください。はい、このチャンネルでは毎週ワンピース最新話の動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ほんじゃ、行きましょう。ちょっと最初ですいません。ですね、ちょっと月曜日私すごくバタバタしてまして、今月曜日の夜撮ってるんですけど、ちょっと顔が疲れてたらごめんね。ちょっと疲れてるかもしれません。頑張ります。じゃあ行きましょう。皆さんもいつもお疲れ様です。さあ、今回気になることですね、いくつかありました。一つ目。まず、ベガパンクの時系列ですね。いや、これやっぱどういうことってことなんですよ。ちょっとね、まあ、読んでからね、時間が経ってみて、考えても見たんですけれども、やっぱ気になるよね。何があるんだろう。ベガパンク何かしらのトリックがまだね、残してそうですよね。まず、今分かっている時系列ですね。このベガパンクが、この放送を行っていることに関係しそうな時系列。昨日の動画でもね、話したと思うんですけど、ざっくり現時点で僕が把握しているものとして、約20日前、マザーフレームが盗まれるってことですね。いろいろ逆算すると大体このくらいと。今週の炎を盗まれて2週間後ってセリフとかいろいろ加味すると、マザーフレームが盗まれたのが約20日前ぐらいって感じですかね。で、6日前。その2週間後です。6日前。ルルシア王国が消滅すると。で、その後、世界的な地震の予兆を観測。ベガパンクを言ってました。で、今朝のニュースですね。新聞で、麦わらの一味がベガパンクを人質にとって立てこもり事件を起こしたよと。まあこれは結果的にね、本当にはなりましたけど、モルガンズがね、嘘の記事で書いてました。で、今日ですね、世界規模の地震が起きたよと。これはね、スムージーが言ってましたもんね。今日の地震がそうなのかと言ってました。で、一応、ホールケーキアイランドも新世界にあって、エッグヘッドからね、めちゃめちゃ離れてるわけではないので、まあ、このホールケーキの今日っていうのが、エッグヘッドの今日と おそらくほぼ一致してるんじゃないかなって感じですよね。で、今、ベガパンクの放送が行われてるよという形なんですよね。で、おそらくベガパンクが、この放送、録画をしたのが、ルルシエが消えた後なんですよね。今週言ってますもんね。ルルシア王国方面の空が激しく光ると。まあ、いわゆるルルシアが消えたことを観測したよと言っています。なんですけど、ベガパンクはマザーフレームが盗まれたよと。そのマザーフレームが亡くなったことを知ってるわけなんですよね。感知はしていたと。なので、放送している前にマザーフレームが盗まれている。で、その後、いやまあ今日か昨日かぐらいの時に、ヨークが犯人と初めて知ったわけですもんね。で、こうなると、まあ、ヨークが言う通り、なんでヨークがマザーフレームを盗んだこと知ってるのと。ヨークが犯人とは知らなかったわけですよね、ベガパンクは。本気で驚いてたよね、と。いろいろとちょっと辻褄が合わない部分があるよ、と言ってるわけですよね。で、まあ、マザーフレームっていうのはそもそも、ベガパンクが作ったわけですよ。で、同じくベガパンクであるヨークもそれを作れるよ、と。だから、五老星に値を天竜人にしてね、マザーフレームあげるからね、これからも作るからね、っていう契約を持ちかけてるわけですよね。つまり、マザーフレームを扱える人って、やっぱベガパンクしかいないわけじゃないですか。だから、マザーフレームが盗まれている、イコール、まあ、ベガパンクの誰かが盗んだってことですもんね。だから、つまり、多分、ヨークが盗んだ。あるいは、ま、誰かしらが盗んだ。ってことに、やっぱ、ベガパンクはこれ知ってるわけですもんね、この時点で。なので、やっぱ、この時系列に辻褄が合わないと。で、昨日の動画でね、最初に言ったのが、やはりちょっと時空関係の何かトリックがベガパンクの中にあるんじゃないのかなって話ですよね。一番最初にベガパンクステラが登場した時に、あのロボに埋まってましたもんね。助けてくれさーって言って、ワープ中に時空が歪んでしまったかーと、ボワーンと、あのロボの中から出てきたわけですよね。まあ、これがおそらくですけど、このロボの中に、配信電電虫を、まあ、隠すきっかけになったね、出来事っぽいですよね、これが。まだ確定ではないですけど、そんな気はしますよね。で、ここでね、まあ、時空が歪んでしまったかってワード言ってるんですよね。なのでやっぱこのベガパンクは時空の研究までもう進めていて、それを実行していて、この時空をね、こう、行き来したことによって、この記憶違い、時系列の、ここに辻褄が合わないことが起きているっていうのはありえそうですもんね。で、だからこそ、シャカがドラゴンと通話してる時に、私はもう死ぬかもしれないと、自分の死期を感じ取ってたセリフがありましたよね。あれもそれにね、繋がりそうですもんね。まあ、仮にちょっと先の未来を見ることができて、まあ、まるで見聞色ですけど、ま、さらにもっと先のね、ちょっと先の未来どころかもう一日後の未来見えちゃうぐらいの時空の研究を成し得ていて、だからこそ今回、この放送を撮る時点で色々知っていたよと、そういったことがありえそうですよね。
ただそうなるとなんでヨークが犯人ってことを知らなかったんだとかね、ちょっとねその辻褄がまたこれはこれで合わない部分も出てくるんで何とも言えないですけど、ただこの、ね、時空をこうね行き来するって結構ややこしくなるじゃないですか、この辻褄が。だからその部分はちょっと種明かしされないと分かんないですけど、そういったパターンもね考えられますよね。で次の候補なんですけど、もう僕選択肢から完全にもう外してたんですよ。当時は言ってたと思うんですよね、皆さんと一緒に多分コメント欄とかでもねいただいてたと思うんですけど、これまた再浮上したのがベガパンクは生きてリアルタイム配信してる説。いやこれもありそうなってきたよね、ちょっとね。ベガパンクが、まあステラがね一応生命的にはまあ心肺停止状態になりました。ただベガパンクの一部である脳みそパンクレコーズは今生きてると。だからベガパンク自身は脳として今生きている状態ですよね。ただまあ肉体的には一応亡くなってしまったよと。でこの放送に映ってるキャラたちが未だにベガパンク、ステラ、シャカ、ピタゴラスだけなんですよね。あれ以降出てきてないんですよ、他のベガパンクのキャラたちが。で他のキャラたちっていうのは一応この現時間軸で生きてるんですよね。でシャカとピタゴラスは一応今亡くなってるわけじゃないですか。となった時にこの現時間軸で亡くなったキャラが脳内に、まあ、人格として戻って、でその脳内でこの映像を作り出していて、それを配信電電虫に送信していて、でその配信電電虫がリアルタイムに配信しているっていうパターンですよね。これ一番最初に思ったじゃないですか、これライブなのかな録画なのかなみたいな一番最初思って、でも録画でねなんか確定っぽい流れになったから、あこれはまあリアルタイムはないんだろうなってね、もう選択肢から外しちゃってたんですけど、これまた再浮上してますよね。もうわかんねえ。で、これ再浮上していて、実はリアルタイムなんだけれども、まあちょっと、うまく辻褄がね、合うようで合わないようなトークをベガパンクがすることによって、まあ人々をこうね、納得させる、そしてヨークを油断させる、そしてまあ五老星を油断させるみたいなね、ことになりますもんね、それ。で、ベガパンクが生きているっていうのはね、もう誰もわかんないわけじゃないですか。で、ちょっと前にマーズ星も、パンクレコーズ見た時に、思想はどこに宿るみたいなね、話をしてましたもんね。だからまあね、収録した部屋も、まあこの、ベガパンクのまあ脳内の、まあ VR 世界ですよね。まあ VTuber じゃないけど、なんかまるでね、ちょっと前のフィルムレッドのウタちゃんが、こっちの世界で見える VTuber のように、まるで存在してるかのように、今のこのベガパンクの配信もまるで存在してたかのように、脳内のリアルタイム配信を実は行っていると。いや、このパターンがまた出てきましたよね。だとしたらベガパンク生きてることになるし、ていうかまあ結果俺これ生きてるとやっぱ思うんだよな、ベガパンクは。まあまあ現にね、脳で生きてますもんね。で、脳で生きてるってことはまあ脳内で多分ね、思考もこうできてるだろうから、それをあとじゃあこうどうアウトプットするかじゃないですか。ただね、これ我々だったら、この肉体とかがなかったらこのアウトプットがない、脳だけだったら何にもね、意思表示とか何もできないから、それはまあ事実上ね、まあこの肉体が死んでる、つまりまあこの死を迎えているって状況になるけど、ベガパンクはなんかもういろいろ脳さえあれば、全部別にこう存在できますもんね。この電脳世界でもできそうだし、だって現にこの、だってヨークとかみんなこの何、もうサテライトがそうじゃん。脳から発せられた人格を分けて、自分の存在をこう世の中にね、実現させてるわけですもんね。だからこれだ、脳内映像は全然あり得るよな。で、リアルタイム。皆さんここどう思いますか？いや、ちょっとこれわかんないね。はい、そんな感じでちょっと次行きたいと思います。次はですね、古代兵器の話ですよね。まあちょっと前からね、ベガパンクが古代兵器があるよと。で、それを使う存在もいるよと言ってたわけで。で、今回また新たにその古代兵器関連でやっぱ気になること浮上しました。ジョイボーイが古代兵器を後世に受け継ごうとしているよと。やっぱこれ謎ですよね。まあ、ベガパンクはね、そんなものをなぜ、まだ沈めたれるのかと。誰が悪で誰が正義だと。まあ、こう、ジョイボーイに対して思ってるわけですよ。で、確かにな、なんですよね。我々としては、なんかやっぱジョイボーイが、まあ、いい人。で、世界政府が、まあ、悪い人。みたいなね。まあ、ざっくりイメージですよ。あくまでルフィサイドと、世界政府サイドと。っていうイメージがあるじゃないですか。ってなった時に、なんとなくジョイボーイも、まあ、それをね、悪く使おうとはしてないだろうな、みたいな。なんとなくのイメージではあるわけなんですけど。もちろんルフィがね、そっちサイドっぽいから。ただ現に、ジョイボーイはわざわざ古代兵器を後世に残そうとしてたと。これはわけはわかんないですよね。だってそんなものがあるから、今現状を海面上昇につながっている、つまり世界は海に沈もうとしている。その再スタートが今切られちゃったわけですよね。そんな兵器をそもそも何のためにジョイボーイは残そうとしてるかですよ。まあ、ポセイドンはね、100歩譲って、まあ、白星ですし、まあ、力の名前ですもんね。海王類と会話する力。で、海王類を従わせる力。なので、まあ、それはね、ジョイボーイが関与してるかどうかってちょっとわかんないんですけど、ただこの白星の力っていうのは、まあ、世界を滅ぼすこともできるんだけど、人々を救う力にもなると、まあ、乙姫さん言ってたわけですよね。まあ、力は使いようなわけじゃないですか、それっていうのも。まあ、白星の力はわかるんですよね。なんか海王類たちをこうね、うまく使えれば人々救えそうですし。ただよ、
ただこのイムが使っている、まあ、古代兵器ですよ、あの空からのドドドドド、まあおそらくウラヌスっぽいですけど、まあプルトンの可能性もありますけど、あの古代兵器、あれは人々を救えるかい？いや、そこなんですよね。なんかポセイドンは、なんかね、まあ白星がね、その命令してくれるからっていう安心感ももちろんあるんだけど、なんとなくね、その人々を救うっていうのはわかるじゃないですか。いや、ノアをね、あの箱舟を引っ張ってくれるじゃないですか。だから人々をそこに乗せて、まあこうね、人を救うっていうのはなんとなくイメージはつくんだけど、もうあれ破壊でしかないじゃん、ドドドドドなんて。あれだって、どう救うの人を。仮にその救いう方の使い道がある力なんだとしたら、まあ、ジョイボーイがね、この後世に残したいっていうのもわかるんですよ。ただあれ兵器だもんね、間違いなくね。いや、だからあれがなんか他にも方法が、今ね、もちろんその想像がつかないだけで、実はそういった方法がね、あるかもしれないっていうのもあるけどね。いや、でもどうだってあれレーザーやん。破壊やん。だからそこはなんか新たに分かんなくなりましたね。確かに、まあ、ベガバンクが言う通り、なんでジョイボーイはあれを残したかったんだっていう。正しく使う方法があんのあれ。で、しかもさ、だって、ルフィがさ、まあ今現代のジョイボーイなわけじゃん。で、そのルフィが、使う？ルフィはね、古代兵器なんて興味ねえ感じじゃないですか。まあ、いらねえって言ってたよね。なおさらいらないよな。ルフィがあれをどうやっていい方向に使うの？使うとしても。だってルフィが使ったら海沈んじゃうでしょ？だって、世界が。使うわけないじゃん。ん？もう、パニックですよね。いや、やっぱここわかんないですよね。なんか、いろいろベガバンク言うは言うんだけど、いろんなことね、明かしてくれるんだけど、やっぱり改めて疑問がより深くなるというか、これがどう繋がってくるんだっていうところと、ジョイボーイの意図、なんで後世に残そうとしたんだっていうところ、改めて疑問が増えましたよね。ちょっとまたね、来週以降、ベガバンクがね、情報を言ってくれるのか、それでまたここに繋がるのかわかんないですけど、まあこれも待ちですよね。いや、気になるね。で、ちょうどね、そのシーンのところでね、僕もね、いろいろ熱すぎて気づいてなかった。戦国さんの話ちょっとしていいですか？まあ、戦国がね、今回こう、せんべいバリ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 と、もう、おつるさんにね、喉詰めるよと言われてて、で、その次のページで、杯もね、全部喋ってくれるの、ベガバンク。つってね、ブチ切れてたわけじゃないですか。で、まあ、これを最初に見たときね、やっぱこの人たちは元帥だから、あ、世界の秘密いろいろ知って、バラされて焦ってんだ、怒ってんだっていうのがやっぱ第一印象だったんですけど、改めて読むと、これさ、戦国さん、鶴の軍艦乗ってるってことですよね。いや、これもう完全にスルーしてたわ、もうなんかやばすぎて。これ鶴の軍艦に乗ってこれ移動してる最中でボリボリバリバリでしょ？これということは戦国さん、どこ向かってんですか？ガープのとこよね、きっと。いや、きっとそうでしょ？ねえ、違う？うわぁ、俺こんなん、ちょっとこれ見逃してましたわ、僕。まあ、ガープがね、その、蜂の巣に向かったってことは、ヒナ経由ってね、話聞いてましたもんね。だからガープが行っちまったってことは分かってるし、で、ガープが消息不明っていうね、ところはニュースになったわけですよ。ガープがね、まあ、黒ひげ海賊団、まあ、クザンたちにやられちゃった後、翌日の新聞は、若き英雄コビ大佐の生還と、海賊島にて消息不明の伝説の英雄ガープ中将について、そして、未来島エッグヘッド4校、ムギャルのルフィ立てこもり事件を世界に報じたと。なので、このガープが海賊島にて消息不明っていうのはね、もう世界的に知れ渡っている。で、この二人ももうそれを知ってるわけですから、これ向かってますよね、きっと。これ、蜂の巣行ってるってこと？いや、それはそれでやばくないか？いや、確かにこのガープを助けに行くこの二人っていうのはめっちゃ熱いわけですよ。海軍同期で。まあ、ずっとね、まあ、海軍で一緒にいるわけですよ、この三人。ガープ、ツル、戦国はね。熱いけど、ここも負ける未来あるでしょ、下手したら。だって、黒ひげ海賊団よ。相当力つけてるよ。クザンいるよ。これなんかありそうですね、これ。まあ、もしかしたらその黒ひげ海賊団側が、まあ、ガープの身柄と何かをよこせっていうね、この交渉に、ね、ガープを人質にとってね、何かしら行動を起こしてくるかもしれないし、それに応じるための、この移動中かもしれないし。いや、ここ実はむっちゃ大事っすよね。いや、ガープは多分生きてるじゃないですか、きっと。多分、お願い、生きてていて、私の希望です。これはちょっと希望がすごく強い。8割、9割、私の希望、高し希望ですけども、みんなそうでしょ。ガープ生きててほしいじゃん。ちょっとここもまたハラハラする展開になるのかなって思っちゃいましたよ、だから。で、それに気づかなかった、僕、初日。これそういうことですよね、多分。違ったらごめんなさい。ただまあでもそうだとは思うんだよな、移動してるからな。だってニューマリフォードいたもんね。そこからのこの移動してるからね。ちょっとここも気にかけておきましょう、これね。では次です。ちょっと次、まあまあ、次週以降ですよ。次週以降、もうこうなるってことっていうとこ。鉄の巨人ですよ、鉄の巨人。これ、鉄の巨人 VS 五老星でしょ。これ、そういうことですよね、きっと。まあ、今回ね、鉄の巨人の中に配信電電虫があると、ヨークは言ったわけですよね。
で、これね、ヨークもなんでここに気づいたのかっていうところもちょっと気になるところなんですけど、なんかだからヨーク側とのね、このステラのね、この辻褄がやっぱ気になる部分はまずあるんですけど、まあそれね、さっき言った通り、ちょっと何かしらがあるんでしょう。それはまたちょっと次回以降、待ちでしょう。となった時に、まあ今回ですよ、五老星に対して、分かったよ、配信電電虫のありか、鉄の巨人が守ってると言ったわけですよね。これとんでもない展開ですよ。もうまさかの鉄の巨人がゴリゴリに絡み出しましたね。今まではただルフィの解放のドラムによってブオンって起きて、すまないジョイボーイって謝罪してただ歩いてるだけでしたからまだ今んとこね、何の活躍もしてなかったわけで、ちょっと前からね、やっぱこのロボが起動した時にね、だいぶ前にボワーって目覚めた時に、うわなんかやばいと、なんか動き出してやっぱルフィたち助けてくれんじゃねえのかなと思ってたんですけど、そっちじゃない、ルフィを助ける方向じゃない。まあ結果ルフィを助ける方向っぽいですけど、これ五老星が一気にだってここに来るわけでしょ、5人来るんでしょこれってことだよね。いやこれ、え、1対 5? いける？みんなね、要はあのデンデムシを探しに動いてたわけですもんね。結局マーズ星が最初動いて、でからのサタン星動いて、でナスジュロも動いて、でルフィたちと戦ってるウォーキュリー星といろいろ吸い込んでるピーター星もうピーター星これサンドワンもやっぱ可愛いな。今回だってサイファーポール全員吸い込んでるからね、はぁーつってカービィやん、カービィしてますけど一人でも。まあこれ少なくともこのデンデムシを探してた3人と戦うことになるよね。でよ、ナスジロなんか思う節あんだよね、なんかてんてんてんってしてんねよ、これ気づかなかったわ。間違いない、あたいもベガバンクだよ、てんてんてん、配信デンデムシはみたいなところでなんか思い当たる節がありそうなんですよね。これやっぱ鉄の巨人と五老星は何かしら因縁やっぱありそうじゃないですか。鉄の巨人ってだって900年前の技術であったロボで、かつジョイボーイの仲間、もうこれはほぼ確定でしょ。すまないジョイボーイと謝ってるし、まあ、ジョイボーイとね、何らかの関係性はあるじゃないですか。ってことは、歴史の当事者なわけよ。空白の100年の。その歴史の当事者 VS 当事者かもしれない五老星。まあ、五老星わかんないですよ。今どうなってるか。誰がね、何百年生きてるかとかわかんないし、全然そういうんじゃなくて、今だけがね、生きてるかもしれないけど。ただでもね、その歴史の当事者に根深いキャラ。これ戦うってなった時どうよ。これロボがなんて言うかじゃない、またお前らかこの5人のジジイども、みたいなね、言うかもしれないし。何かこの五老星に対するリアクションをこのロボがしたら、いや、やばいよね。だから五老星が何年生きてるかとかにも繋がってくる可能性あるし。で、ナスジローが点点点なのよ。だからナスジロー側も知ってる可能性あるじゃないですか。だって鉄の巨人に対してまだ五老星リアクション取ってないですよね、誰も。誰もまだ遭遇してなくない？で、ナスジローに関しては、和の国の開国について、要はあの、ズニーシャ云々を多分知ってるんですよ。和の国にズニシャが近くにいた、でもズニシャがいなくなりましたって言った瞬間に、ならば和の国での開国はないと言ったんですよね。要はズニシャが開国に必要だよっていう、要はズニシャと和の国の関係性まで知ってるんですよ、おそらく。どのラインまで知ってるか分かんないけど。で、そのズニシャっていうのはジョイボーイの仲間で、この鉄の巨人もジョイボーイの仲間、おそらく。これ意味ある点点点じゃないのねえ。いや、ちょっとそう感じたんですけど、どう思います皆さん。これはちょっと気になるよな、マジで。で、まずね、その何、この両者の関係性、五老星とこの鉄の巨人の関係性も もちろん気になるし、あと、多分戦うことになるでしょ？どうなるの？まずこのロボが強いのかがわかんないよ。ただ、耐久性はえぐいありますよね。今もう海軍のこの何、砲撃はもうもろともしてない。なんも効かねえと、海兵たち言ってるわけですよ。で、このね、大火事の中、もう燃え盛る中、もうズーンズーンともうね、ガシャンガシャンガシャンと動いてると。まあ、とにかく耐久性間違いなくありますよね。じゃあこれが五老星と戦った時どうなるかよね。いやー、だから一番気になるのはやっぱナスジロじゃない？他のキャラね、まあもちろん毒とかはね、ロボだから効かないし、サタン星の毒とかなんかその辺とかね、効かないイメージはあるけど、だからサタン星もね、めっちゃ攻撃力があるかって言われたらそういうわけじゃない。いや、対人に対してはね、めっちゃなんか効力ありそうだし、あと不死身だから何回も蘇ってきて倒せないっていうイメージあるけど、逆になんかめっちゃ攻撃力があるイメージはないじゃないですか、サタン星って。ただナスジロよ、ナスジロが一番なんかそのバロメーターで言ったら攻撃力にさ、この五角形みたいな振ってるイメージね。もうズバーン行ってさ、この間ラブフェーズね、ぶった切ったし。だからそのぶった切りバーサスこの不死身のロボ、どっちが勝つか、これは見物ですね。これが気になるところですよ。いや、もういろいろやばいね、これ次回以降やばそうっていうのがちょっと思いましたね、やっぱこれ。うわ、どうなんのこれ。いや、さすがにそうなるよな、さすがにこれはな。だって五老星に報告して、いや、それ狙わないわけないじゃん。やけくそで言ってたさ、この人たちが。ラボフェーズじゃなくてここにあるって分かった途端にそれ攻撃してくるよな。いや、これナスジロの残機効かないのかな。
でも逆に効くパターンもあるもんね。全然このロボの方がね、弱くて、ゴルセの方が強いってパターン全然あるじゃないですか。ちょっと来週以降それ見物ですね。なので、それ次第、ほんと五老星とこのロボの多分戦いになるでしょう。それ次第で、ベガバンクの配信がどうなるか。いや、これだよな。ベガバンクの配信がまだ続くかどうか。そこ気になるとこですよ。まあ、ただ、ベガバンクは全部知ってるわけじゃないんですよね。そうなんですよね。ちょっとどこまで知ってるかが我々でも分かんなかったんだけど、ただロジャー海賊団のこともそんなにね、知らなそう。ロジャー海賊団がなんで動かなかったのかと。いや、ロジャー海賊団が出した答えに関しては、その結論はベガバンクはたどり着いてないわけですよね。で、あと世界の秘密もポーネグリフいくつかしか読んでないと言ってたので、全部は知らないですよね。なので全部知ってんのはやっぱロジャー海賊団だけなんですよ。今生きてる人たちの中でめちゃめちゃ知ってんのはロジャー海賊団。あとはまあ世界政府のね、まあ多分イムとかそっちサイドでしょう。五老星がどこまで知ってるかわかんない。でもほぼ知ってるでしょう。で、元帥もまあある程度知ってるでしょう。ってなった時にベガバンクはその人たちよりは知らなそうなんですよね。この放送聞く限り。なんとなくそんな感じはする。ってなるともう私話終わりましたのパターンもありますよね。ベガバンクが知り得た情報はもう全部もう話終えてから放送はだからもう終了。五老星が止める前に終了しますだったら、もう今更ね、配信ででもしこれ壊す必要ないし、このロボがね、やられなくても放送は終わるしね。だからどういう展開になるかっていうのはちょっとまだわかんないけど、まあ少なくともこの世界の全ては知られなそうですよね。出されなそう。うん。なんとなくそんな感じはするよね。ちょっと今週読んだ感じだとね。まだわかんないけどね。まだまだベガバンクが秘密言うかもしんないけど。まあ、五老星が止めるのが先か。いわばこのロボがやられてしまうのが先か。はたまたやられず放送しきるのが先か。しきったとしても全部は言わない。そのパターンか。うわぁ。やべえ。やばいっすね。ちょっと次回読むの怖え。どこまで進むかも怖えし、このロボのリアクションとかも怖えし、五老星のリアクションも怖えし。やばそうっすね。次回も。という感じなんですけれども、次回は救済です。まあね、ちょっと救済ですけれども、また我々もね、またみんなでね、トークも上げますんで、救済の時ね、よくね、佐藤さんと K さんと話してるんですけど、その時にやばい回でしかも浦島が映った回、最高のタイミング多分浦島でね、何分か話すね、きっとね。もうそれコメントいただいてましたね、月曜のね、この僕が撮ってる時点での今日の動画で、ね、浦島トークお楽しみに。はい、今日はここまででございます。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。次も見てください。救済も楽しんでいきましょう。明日も楽しみ。またね。来週もやばそうです。前向いて One, two, three, four, 全力でまっすぐに自由求め思いのまま One, two, three, 進んでいけ One, two, three, 全力で